論っていうのはいろいろありますけど、振り込め詐欺が一番怖いね。一番かどうかわかんない。詐欺は怖いよ、それ。あいつだってどんな気持ちでな、ああいう落としてるとか言わん弱者をからその金を騙し取ってんやろな、思うで。それ俺にも分からへん。考えてみ、あんな金でも何を食っても飲まないで。そりゃせやろ。せやろ。ちょっとな、ここまで来たらあいつらの気持ち知ってみたよ。知る、うん、だから二人こういうやってみて、あいつらの気持ち知ってみよう。あ、オッケーオッケー、わかった。じゃあ俺が俺俺って言ったらおじいちゃんとかを騙そうやるから、 お前は俺が騙し取るこの金を振り込む口座を作ってみて。口座を作ってみて。そう、もう一回20から集まる。20から集まるちゃうねん。え、本物のおじいちゃん騙すの？偽物のおじいちゃんってなんなん？いや、ちゃうよ。老けてる人ってこと？いや、そういうことちゃうねん。騙しにくいねん。いや、そういうことちゃうねんって言ってんの。ほんまに詐欺すんのかって聞いてんの、俺。何をすると思ってたの？いや、俺はてっきりお前が騙そうで、俺が騙されるをするんかな思ってんやんけ。お前、それとほんまに騙されてくれんの？いや、その時は騙されるよ、俺、その手で。めちゃめちゃええやつやん。もう俺の口座でよ、20も振り込んで。ちゃう。俺ちゃうねんって。ほんまには振り込まへんぞ、俺。もう何を言うてんか全然わからへん。いや、そういう感じシュミレーションすんねん。シュミレーション、あ、練習？練習大事大事、やっとやっと。練習ちゃう、練習ちゃう、本番ないねん、それ。練習ちゃう、シュミレーションだけや。シュミレーションだけ？おお前、そんなんでな、詐欺師の気持ちがわかるわけないやん。いや、ほんまに騙してもらう、俺詐欺師の気持ち知りたないよ。もうええわ、やろ。やらへん。やっとこ。やらへん。やらへん。金欲しないんか、お前。お前、しゅしかっとれんか、お前。金欲しやろ。気持ち知りたいだけやろ。金髪の部署とか抱きたいやろ。抱きたないわ、そんな。抱きたいって顔やん。どんな顔やの、俺。メグライアンとかを抱きたい、一番って顔やん。どんなんやの、俺の顔は。うまいもんが食いたい。知らんわ、そんな。寿司が食いたい、ステーキが食いたい、フォアグラ、夢膨らんどんねん。お前が膨らましとんねん。ロレックスが欲しい。何やねん、もう、お前。俺は言う。勝手言えやん。ロレックスが欲しいって言う。言えやん、もう。両腕に欲しいって言う。いらんわ、両腕に、お前。どっちで釣り感持っても時計を確認したいねん、俺は。知らんわ、そんなん。もういい、十分やん。やるぞ。やらへん。やろ。やろ。やるぞ。あいつらのこと全員事故ったと思ますぞ。お前、怖いわ。罪悪感がないんか。罪悪感は確かにさっきまでこれやった。でもな、今は結構、すがすがしい。そんな気持ち。それが詐欺師の気持ちやろ。もうええわ。どうした？